G-7 ホールディングス99市場ミニピアゴ。ミニピアゴは、株式会社99市場が運営する、小型スーパーマーケットである。ユニー系列の生鮮コンビニとして設立され、創業時の店名は99市場、後に、みんなの市場であった。2020年4月1日からは、ユニーグループを離脱し、G-7 ホールディングス参加となっている。首都圏で、 ドミナント出店を行っており、2020年現在、東京都、神奈川県で店舗を展開している。立地の特色としては、都心部の雑居ビルやマンションの1階部分に50坪前後の小型店舗を出店することが多い。このような業態はイオンが運営するマイバスケットにも類似する。かつては多くの店舗が24時間営業であったが、7時に開店し24時、 または25時に閉店する店舗も増えている。店舗ブランド名が変遷しているため、ブランド名ごとに節を分けて説明する。99市場千田がや一丁目店2006年1月19日、ユニートサークル計ンクスが均一プライス価格、生鮮食品の取り扱いを行う、新形態の生活コンビニを展開する合弁会社を設立すると発表。 コンビニエンスストア型の店舗ではありながら、生鮮食料品などスーパーマーケットのノウハウも必要である性質から、サークル系サンクスとユニーのノウハウを合わせるため、両社の共同出資により、株式会社九十九市場が設立された。カテゴリー的には百円ショップの形態をとり、消費税別で九十九円の価格帯の商品を中心に販売していたため、九十九市場という、 店名であった。商品の実態に合わせ、99円商品以外は、99を下2桁に置き、199円、299円、899円とする値付けが行われていた。同2006年2月17日に、東京都江戸川区に、99市場1号店、西葛西三丁目店がオープン。翌2007年10月5日には、 冷凍食品の品揃えを強化した店舗ブランド99市場キッチンを用いてキッチン江戸川本一式一丁目店がオープンした。現在は両店ともに閉店している。毎月セールを実施しており99市場時代は91歳として毎月9日前後に行っていた。みんなの市場足立千住一丁目店主体となる。 商品価格を従来の99円から100円に変更したことと、ユニーのプライベートブランド商品、スタイルワンの一部取扱い開始により、2010年1月13日から店名をみんなの市場に変更した。この際の新店舗名の由来は、幅広い年代をターゲットにという意味のみんなのと、生鮮と新鮮をイメージさせる市場の2つの言葉を融合している。 同業他社に比べて、生鮮食品の取り扱いが多く、みんなの市場時代に物流面は、ユニーと共通化が進んだことから、一部店舗では成果、取扱い強化店舗として展開していた。毎月のセールは、みんなの市場になってからは、毎月2.3週目の3日間に行うことが多くなっていた。ミニピアゴアダチ千住一丁目店、ミニピアゴへの変更時からは出資者が変遷している。 ことから、出資者ごとに節を分けて説明する。ユニーグループ時代ミにピアゴ町田駅前店2012年1月19日、サークル計算クス保有分の株式が99、1千葉に無償状とされた結果、同社がユニーの100%子会社になったことが発表された。同時に、店名変更についても発表され、ユニーの中小型スーパーマーケットの店舗ブランド、ピアゴに合わせて、 ミニピア語へ解消するとした。同年2月21日付で、株式会社99市場は、サークル、K、サンクスの親会社であるユニーの完全子会社となったが、ユニーは、同社の店舗を、協商券、小型スーパーマーケットと位置づけた。具体的には100円ショップ業態からの脱却を図り、雑貨の取扱い比率を下げて、食料品の充実化を行うなど、 小型スーパーへの転換を図った。一時縮小した店内調理のごちそうだりかも新フォーマット型店舗で復活させている。そして2012年4月26日のミニピアゴ池袋2丁目店を皮切りに順次ミニピアゴへ店名変更を開始し看板も掛け替えられた。2013年7月1日より全店で クレジットカード、電子マネー決済の取り扱いを開始している。ただし、ユニーグループ共通の電子マネー、ウニコはサービス終了まで導入されなかった。ファミリーマートグループ時代ファミリーマートミニピアゴギク、名駅日支店2016年9月1日、親会社のユニーが、ファミリーマートに吸収合併され、ユニーファミリーマートホールディングスとなったことに伴い、同年10月に、 ミニピアゴギク名駅西店が先行して、ファミリーマートとのコラボレーション店舗、ファミリーマートミニピアゴギク名駅西店として、リニューアルをオープンした。コンビニエンスストアの利便性とスーパーマーケットの品揃えを一体化させた店舗として、今後は、比較的面積の広い、一部の既存、ミニピアゴ店を同タイプにリニューアルしていく、予定としていた。なお、 ファミリーマートミニピアゴの2号店は2017年12月15日に旧サンクス店を改装して開店した。P グループ時代2019年1月4日、株式会社ドンキホーテホールディングスがユニーファミリーマートホールディングスからユニーの株式60%を譲り受けして完全子会社かユニーはファミリーマートグループから離脱した。このためミニピアゴと ファミリーマートのコラボレーション店舗の展開は中止された。パンパシフィック、インターナショナルホールディングスグループ入り後も、同グループ共通の電子マネー、マジカの導入はされなかった。G-7 グループ時代ミニピアゴにシコイは一丁目店2020年2月27日、G-7 ホールディングスが、ユニーから、株式会社99市場の株式を取得し、 同年4月1日より100%子会社化することを発表。G-7 ホールディングスの子会社には、業務スーパーの最大フランチャイジーである、株式会社 G-7 スーパーマートなどがある。また、同年3月10日には、同社市会社の株式会社 G-7 ビートテラバヤ氏が、アンデス食品株式会社の株式を取得し、100%孫。 会社化することも発表された。ユニーグループ離脱後もユニーから商品供給を受けており、ユニーグループのプライベートブランドスタイル1の取り扱いは継続し、生肉はユニーのプロセスセンターにて加工された商品を販売している。株式会社99市場は神奈川県横浜市神奈川区に本社を置く企業、ミニピアゴを運営する。 2006年1月23日、ユニーとサークル系サンクスの各のおの50%出資により合弁会社として設立。後にサークル系サンクスが追加出資したことで所有する株式が80.1%となったが同種式を99市場へ無償状とすることで資本撤退しユニーの完全子会社となった。サークル系サンクスは資本撤退後も 同じユニーグループとして、弁当など、日配品の供給などで引き続き協力していくと、していた。しかし後に、サークル系サンクスの親会社、ユニーの親会社、ユニーグループホールディングスが、ファミリーマートと合併したため、サークル系サンクスは、ファミリーマートに称号を変更した上で保有する、店舗ブランドのサンクス及び、国内のサークル系もファミリーマートに転換され、 協力関係もなくなっている。2019年1月、パンパシフィック・インターナショナルホールディングスがユニーを完全公会社化したことに伴い、株式会社99市場も P グループ入りした。2020年2月17日、ユニーが保有する99市場の全株式を同年4月1日付で G-7 ホールディングスに譲渡し、 p グループを離脱することが発表された。同年7月8日、陶器町の本店所在地を、ユニー本社所在地の愛知県稲沢市天地五丹田町一番地から、g-7 ホールディングス本社所在地の兵庫県、神戸市須賀区八坂台三丁目一の六移転した。なお、これによる本社所在地の変更はない。99市場に関するカテゴリー、みんなの市場に関するカテゴリー、 ありがとうございます。